皆さんおはようございます。時刻は5時12分です。早いです。さまだね、外真っ暗、もうだいぶ暗い時になってきたんですけども、これからサーフセッション行きたいと思います。鵠沼意外とね、最近撮影してる時波がありまして、まあ、今朝もオフショアでおそらくちょっとね波も残ってくれてそうなので、サーフセッションやっていきたいと思います。まあ、今日のバディはですね、久々の方とやっていこうと思うので、ぜひ最後までご覧ください。というわけで準備して向かっていきたいと思います。はい、やってきました。今日もスケートパーク前でやっていこうと思います。結構形良くてですね、腰腹多分たまに胸ぐらいのブレイクが来ているかなっていう感じですね。今日のバディはこの方です。サリアさんです。ありがとうございます。今僕の服を貸して寒いらしいんで、激寒結構冷えてますね今日は。冷えてる。今9月の終わりに撮影してるんですけど、今日でも結構形いいっすね。波は超久々になんか地形がいい感じ、ファンな感じですね。今日今結構早い時間なんですけど、今日は僕らサーフショップのオープンももちろんあり、スクールもあるので、ちょっとその前にクイックセッションやっていこうと思うので。久々ですよね、はい、いつぶりだろう。5月6月夏あんまやれなかったよね。やってないね。そんな今日は結構楽しそうなんで、はい、楽しんでやっていきましょう。行きましょう。お願いします。はい、本日のボードはこちら、カーパイサーボードの10月発売予定のファイル50というモデルです。長さ510で、幅が19、厚みが 2.23 の 25.7 リッター PU となってます。で、ラウンドテールになってて、よりスムースで湘南のパワーない波も結構乗れると思いますし、サイズあっても全然 OK なので、そうの字よりサイズある波も全然対応できるというモデルになってて、結構調子良くてですね、ルイ君もよく試合でも使ってたりするんで、今日の波だったら多分全然ワークしていくと思うんで、これを使ってやっていこうと思います。で、フィンは最近このアルメリックのアルメリックプロっていう、これ使ったことある？いや、ないっす。店に置いてあるっすよ。店にあるっす。これが意外とね、合うんですよ。ミディアムじゃないと調子よくなくて、ラージにすると結構重くて、結構調子いいんで、これ乗ってみる？いやそうだ、タイミングタイミング、時間あれば、はい、はい、というわけでこれちょっと行ってきたいと思います。わかりました。お願いします。お願いします。おはようございます。今日は3連休の最終日の月曜日で、お店はねいつも月曜日お休みなんですけど、今日祝日なんで3連休の最後の日なんでオープンしております。前日からねずっと吹き続けてるオンショアの影響でサイズ昨日結構あったんですけど、今日朝オフになっていて、今ちょっと腰腹たまに胸ないかあるかぐらいなんですけど、まあ、楽しめそうなんでちょっと海藻と久々にやっていきたいと思います。波の方はねセット感長いんですけど、来れば腰腹胸近く来ますね。で、ところによってはすごい形のいいブレイクもしてるんですけど、やっぱずっと温床で多分皆さんできていなかったんで、もう5時台なんですけど、かなりビーチは盛り上がっております。こんな感じですね。うねってますよね結構波は。さあ入念にストレッチしています。さあ、カイサさん、ちょっと手前に着きましたね。多分、手前で最初は乗ってくると思います。さあ、乗りますね、これ。さあ、カイサさん、やはり僕の予想通り、最初は手前で1本。ちょっとストレッチがてらって感じですね。ちょっと乗ってきました。多分次からお気に入りの多分ブレイクをちょっと狙ってくるのかなって思います。カイズさんうまくねちょっとミドルサイズの波をキャッチしたんですが、なかなか張ってこらず繋いだんですが、あまりいい波ではありませんでした。さあコンパクトながら少し形のいい波を掴んでツーアクションを決めてきました。
高久さんのニューボード550シャープアイのかなりねしなやかなライン取りが伺えます。もうちょいサイズのある波って言ったら多分結構ハマりそうです。さあ今先ほど波を乗って沖に戻る途中にねちょっと形のいい小さめの波をゲットしてうまくねインサイドで蹴り込んでかなりしなやかかつピンを抜いたような感じのいいライディングでした。さあこのレフトとかすごい形いいですね。あちょっと先があれでしたけど場所を選んでうまく乗れば結構形のいいレフトは来ております。とりあえず9月を感じさせないような寒さで結構寒いです撮っていて若干雨が降ってるんでプラスですね。高いツアー、ミドルで形のいい波を見つけて3、4アクション、ターンを重ねて最後インサイドまでフィニッシュしてきました。板がね、柔軟なすごいレールワークでラウンドピンっていうのもあるんですけどかなり板をね、上げる時の反応も良くてしなやかなターンができるモデルだなっていうのを見受けられます。さあまたもやミドルサイズの形のいい波を掴んでファーストねカービングからの待ってセカンドフィニッシュ入れてきました。今の2発とかはね結構理想なコンビネーションというか試合とかでも結構評価されやすいような動きですね。さあちょっと目を離した瞬間に海瀬さん見失いました。ちょっと人がかなり多すぎて乗らないと分かんない状況になっています。さあ、未だ3、4分経ってるんですが、まだカイサさんの姿が発見できません。これか。これっすね、多分。あ、真ん中で漕いでる。さあ最後沖から形いい波捉えたんですかね。ファースト結構良かったんですが途中ちょっとあんま張ってこなくてダメだったんですけどうまくインサイドまでつなげてきました。どうだったか聞いてみたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。今だいたい22分ぐらい。結構乗ったよ。いやだいぶ手前大きすぎずなんかミドルぐらいで形のバンバン乗ってた感じです。なんかいいの狙うっていうよりはもう多分人も多いんで数乗って自分のサイクルを作ること重視してやってて、最初は良くなくてもとりあえず乗ってどこがいいかをちょっと探しながら、はい、待って探すっていうよりはパドルでずっと波を探すみたいな感じのサイクルでやってて、まあ、結構息切れしたっすけど、でまあ本数は乗れたから、だいぶ乗れてたっすね。板も結構しなやかな感じがすごい見えて、まあ、スムースだよね、うん、ちょっとねでもね体がね力んでるんで、うん、ちょっと沈む感じになっちゃってるんですけど、うん、もうちょい軽快に乗れたらいいんですけど意外と押しがなくて、そうっすよね。あとね波がねすごい読みづらい。あ張ってくんのかなと思ったら緩くて、で緩いのかなと思ったらバッと張ってきたりとかするんで、ゲームスタイルでガンガン乗ってリズム作るのが一番そうっすね、いいかも。基本のファイルフィーって僕はこのセッティングがすごい調子よくて、はいはい、これで乗ってて
フィンとかもいろいろ試したんですけど、うん、なんかしっくりこなくて、このミディアムのフィンが一番サイズがあっても軽快だし、今日とかもすごいワークする感じあるんで、うん、結構いいなって感じです。で、あと言うの忘れたんですけど、ニューメッツを買ったっす。あー、それ今回はもうちょっと色変わっちゃったけど、はい、何色って言えばいいんだろう、渋めの色、はい、渋めのそうで、今度オール2ミリにして。おー、いいっすね。そう、結構調子いいっす。やっぱパドルしてでも3ミリだとちょっと重くなる感じなんですけど、うん、オール2だと全然保温性もあるし、すごい動きやすさもあるんで、あと水温は全然あったかいっす。ああ、やっぱぬるいというか、全然ロンスプじゃなくて普通に海パンでいけんじゃないぐらいあったかいんで。ミスったっすね、俺ら。ミスったっす。でもまあ外気がすごい寒いから、まあそうだ、撮影にはちょうどいいかも、はい、そんな感じで交代で、はい。ではサレさん、久々のセッションということで、はい、久々のセッションで今日はどんなボードでやっていくんですか。今日は、まあ、毎回いつも似たようなボードなんですけど、はい、57のメーヘムのライトスピードっていうモデルです。 EPS EPS、はい、サブドライバーです。サブドライバー 2.0 2.0 のライトスピード、ライトスピード結構人気らしいですね。サブドライバーの 2.0 CT の選手とかも乗ったりとか、 3.0 もあると思うけど、 2.0 が好きっていう人も結構、あ、そうなんですね、聞きますね。あ、 3.0 よりも 2.0 の方がやっぱ意外にサブドライバーいいのかな。こういったパワーない波に合う。そうですね、結構もうちょいサイズあってもいいけど、でもオフ強くてもこのライトスピードってやつはちょっと普通の EPS より重みがあるんで、多分反応はそれなりにはしてくれるんで。確かに、なんか風強い日って EPS のちょっと重いのの方がいいのかな。そう、煽られるんで、これ重みあるんでそんな煽られないんで。ああ、なるほど、はい、じゃあ風あっても、まあでも確かにパンチあったもんね、前見た時に、うん、じゃあその感じで乗っていくってことっす、はい、ちょっととりあえず人が多いんで乗りまくって体も温めていく感じ。これ長さいくつですか。これ57です。で、リッターが、は25ジャスト。25ジャスト、はい、これってあれじゃないの、ストックボードだったやつ。そう、お店のストックボード自分で買いました。さすが、これは調子いいんですね。調子いいっす。なるほど、ロストはすごいストックボードも調子いいもんね。めっちゃ調子いいっす。わかりました、はい、じゃあ久々のセッション楽しんでください。はい、行ってきます。さあ、サリアさん準備して入水していきます。ちょっとスウェルがやはりダウンしてきているような感じですかね。人は大量におります。これ多分みんな仕事前セッションですね。僕らも仕事前セッションなんですけども、やはり昨日オンシャービュービューでね、今日不祥になる予報だったのでとても賑わっております。そしてサイズもダウンしてきております。さあ、セットが来ると、まあ、腰腹ぐらいでね、結構形にブレーキから乗れれば良さそうです。レギュラー、グーフィーともにありますね、バンクが。サリアさんはレギュラーのバンクを今狙っておりました。さあ、見てください、サリアさんはどこにいるでしょうか。今ちょうどこの僕の撮影している正面真ん中ぐらいですね。胸を結構反るパドリングが特徴なので分かるんじゃないでしょうか。ただサリアさんを追ってても人が15人、20人ぐらいこの枠の中に入っております。アウトサイドからうまく乗ってきましたが、波がね、なかなか張ってこなかったんですけども、パワーバンクを引きながらインサイドまで繋いできました。やはりね、ライトスピード何もね、押しがなくてもうまくパワーバンクキープできればね、ずっと繋げるような感じがあるので、普通のね、EPS よりすごくパワーない波もワークしているように見えます。サリアさん、今の2単位でしたらね、かなり良さそうだったんですが、惜しくも引っかかってしまいましたね。レフトの方が波がたまにいいんですけど、ちょっとブレーク早そうです。さあ、そし
して、トミーさんもやってきました。さあ、トミーさんも仕事前の1ラウンド。これはね、全日本の前に撮影して、全日本ね、出発前にセッションしているので、トミーさんがどんな結果を出してくれるか、トミーさんのコーチング編もまだ見てない方はぜひ、多分上がってると思うのでチェックしてみてください。サリアさんもですけどもね、この鵠沼勢のね、すごいところ一つ言っていきたいんですけども、波にね、乗っていくところですね。やはりこんだけ人が多くてもね、波をしっかり見つけて自分が乗れるところからね、キャッチしていくっていうのがかなり、これがね、多分おそらく一番サーフィンに難しいので、さすがのウェーブチョイスというか、ターンが入る波をしっかり狙って波に乗っていきます。ここでサリアさん得意のバックハンドで3ターン4ターンといいライディングを見せてきました。今のは結構素晴らしいライディングだったと思います。サリアさんかなりいいセット乗ったかと思ったんですが、人も多かったですし、ちょっとブレイク早かったです。さあ、サリアさん上がってきます。比較的にね、波もたくさんキャッチできて、一本ね、バックハンドいいライディングができたんじゃないでしょうか。さあ、いい波が割れております。サリアさん、お疲れ様です。どうでしたか。いや、結構翻弄されたっす。翻弄されたっす。数は乗りまくったけど、質のいい波がなかなかつかめなくて、前半もう朦朧として、後半1、2本ぐらいちょっと乗れたけど、ポイントパニック系で波も少ないんで、ちょっと久々のなんか激戦セッションみたいな、ギュッと詰まったワンピークなんでしたか。意外となんか地形はそこそこできそうっすね。とろい時もあるんですけど、なんか波が来ると結構ポコって反応してる波は、中盤バックハンドでちょっと掘れた波で3ターン、4ターンぐらいしたやつ結構良かったっすね。あれが一番良かったっすね、波的には。バリエーションあり、ちゃんとこうヒットしたサーフィンができてたかなっていう、やっぱ風オフショアでも平気そうっすね。そうですね、風はオフ強くても全然なんか板が浮く感じとか全く気にならないんで、全然ワークしてる感じあるし、乗れれば全然。そうっすね。パワー意外となくない？パワーで結構ダラダラだね。そうだよね。意外に乗ってみるとなんかとろかったり速かったりっていうのが結構あるから、ね、難しいっすね、チョイスが。簡単そうに見えて、さっきカイサが言ってたような見た目はいいんすけどね、めっちゃ、見た目はすごいなんかこう寄ってきておーみたいになるけど、ボードチョイスどうしようかな。サリアさんのこの持ってきたヘルキャットもありっすね。デッドクークスありかなと思うんすけど、ちょっと今考えます。はい、考えてください。セッション悩んだ挙句こっちにしました。はい、大体ね、2ラウンド目に結構体が動いてきて、あ、まあ確かに、いいパフォーマンスできる説僕結構あるんで、パワーないんですけど、さっきより波の割れるブレイクだったりとかは定まってきてる感じするんで、それをしっかり狙ってちっちゃいのもあのいいターンできるようにしていこうかなって思ってて、はい、あとはさっきあんまバックハンド乗れなかったんで。そうっすね。でもレギュラーもたまに来てるっすね。そうっすね、だからそのバンクをうまく見つけて乗れるようにしようかな。あとは波とのサイクルっていうか、そうっすね、待ってあといかに来るかどうかだと思うんで、はい、それを狙ってちょっとトミーさんが波分取ってこようかな。了解です。というわけで見ていきたいと思います。はい、わかりました。お願いします。お願いします。ラウンド2、カイスさん行きました。
波は最初のラウンドよりかはちょっと収まってきてるイメージがあります。セットが来ればねたまにできるんですが、何せ人がすごいことになっていて、なかなか波をつかむのが難しいですが、乗れれば結構いい波なんで、そこは見ていきたいと思います。さあ、海田選手、僕がね一応今日メンヘムとデッドクークスのヘルキャット持ってきたんですけど、どっちか悩んでいて、結局シャープアイの550に行きました。どんなライディングが見れるのか楽しみです。さあ、カイス選手、まず有言実行のレギュラーバックサイドで一発入れてバンカーブしてきました。さすがです。さあ、トミーさんもワンターンでしたが、いいターンしていました。さあ、カイスさんも2本目レギュラーバックサイドでかなりテールを切り上げるような鋭いターンを見せてきております。セットが来るとね、結構まだ全然うねりは来るっすね。こんな感じですね、引きで取ると。さあ、カイサ選手、沖でかなり形のいいライトを見つけて、ワンターンしてからインサイドはね、結構繋いでったんですけどね、最後の向かいがちょっとしょぼすぎて、詰まって終わりです。次のライディングに期待しましょう。さあ、江ノ島の沖の方は、河口からね、こう来て、奥はすごいことになっていますね。何人入っているのか、まだ朝の7時前です。すごいです。さあ、カイサーさんもトミーさんも結構レギュラー並みに多く手を出している感じが見受けられます。ルーフィーもねたまに来てるんですが、レギュラーもね結構先ほどよりコンパクトに波が割れている印象です。さあ、ミドルサイズの形のいい波掴んで、レギュラー方向でバックサイド2ターン入れてきました。ちょっと自分ではなんか最後納得いかなそうな感じでしたが、見栄えはかなり良かったですね。さあ、波がねやはり形いいんですけど結構とろいんで、今のバックサイドカイスさん乗る瞬間結構グッと待ってたのをお分かりいただけたらでしょうか。ああやってねちょっとグッと待って乗ることによってね、波のパワーゾーンをキープしてアクションがしやすいという状況下をカイスさんは分かっているので、それをうまく使って乗っておられます。さあ、ちょっとなんか波が止まった感じが見受けられます。先ほどよりちょっとうねりがたまに来るんですが、引いてきたのか潮が物足りない感じが出てきております。にぎわってます。さあ、待ちに待ったうねりが結構入ってきました。みんなまだ見えてるのか、うねってますね沖は。さあ、カイス選手、かなり待ちに待ってやっと乗れました。波がね結構一時的に止まっていて、やっと10分くらいかな、そんぐらい来てなかったんで、まあ、やっと乗れました。さあ、相変わらずねオフショアがかなり強いコンディションなんですが、来ればね形いいのも来るんですが、タイミングがかなり重要になっております。さあ、さすがです、カイス選手、ミドルでうねりかと思うようなとこからテイクオフし
パンピングで繋いでからのかなりね波も張ってきていいコンビネーションしていました。さすがです。どうだったか聞いてみたいと思います。お疲れ様でした。タイミング合わなかったっす。いや結構前半ちょっと来てたけど途中マジで何も来なかった。ドフラットになったよね、うん、右側はねなんかうねってたんですけど、やっぱりそこはやっぱ何も来てなかったっすね。ポジションミスったかな。でも右側も地形はいいとこ行ったよね。地形はいいっすね。波もねマシなの乗ったんですけど、結構レギュラーが自分のサイクルが合ってなくて、はい、あんま決めれなかったっす。でもね意外にビデオ撮りながら僕も言ってたんですけど、見栄えはいいっすよ結構意外に。はい、タイミングで割れてこないんで、はいはい、当てるタイミングずれちゃうっていうか力量不足ですねこれ。いやいやあそこね砂がつきすぎて、はい、レギュラー急にパーンって割れてくるんで、ね、なんか結構特殊な割れ方してるっすね。全然読めない。そうハマれば結構良さそうだけど、はい、逆にハマんないと結構分からされちゃう感じですね。あれでも最後もう割れない波だった。いやあれやばかった。さすがでした。あれはあれはもう気合のそう絶対あんな繋がんないでしょと思ったら繋がってさらに結構張ってきたんだよ。自分しか立てないテイクオフをしてああいう波はもう早く立ってパンピングして鬼つなぎするしかない。珍しくなんか鬼のパンピングしてたそうもうあれしかないと思ってもう時間なかったんで、そしたらその後上がってきたらそうめっちゃ来てる今朝で一番来てたかもしれないですね今。でも意外と最後乗ったのとかも走ってたら結構綺麗にねメリメリすごいなんかショルダーが見えてきた感じですね。だからなんか自分がほんと乗ってみなきゃ分かんない。そうですね。そういう楽しみもあるんで、はい、あとはもう激ゴミじゃなくなったっすね。爆ゴミ爆ゴミ楽しかったです。久々のあのなんか密集してお疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、ではサリアさんラストセッション、はい、もう時刻は7時過ぎでもうショップオープンショップオープン近づいておりますリマーミリッツサーフショップ8時オープンなんで、はい、そろそろ30分前には準備してる。そうですね。ただ波結構来てますよほら今いきなり来始めねタイミング合わなかった。でもねあれ狙うのマジでねかなりギャンブル入ってるっすあの波はあの場所で待てない。でも見た目すごいいいっすね。いやめっちゃいい。うわこれとか最高っすね。最後いい波乗ってさっきみたいな小ぶりだけどポケットのある波乗れるとそうっすね結構いいターン決めれると思うんで、はい、最後楽しんでやってきてもらえたら頑張ってますけど、はい、動き回ってどっち狙いですか波は。真ん中ら辺入ってレフトメインで、うん、たまにライトも狙いたい。なるほど。じゃあまあバックハンド狙いで時にフロントって感じですね、はい運慶で運慶で分かりました。じゃあ最後楽しんできてください。あさりやさんのラストセッションです。さあビーチも人で賑わっております。ましたが素晴らしいバックハンドを見せてきました。ウェーブチョイスがいいですね。いいポジションで待って張ってくる波バックハンドの、ね、当てやすい波をうまくチョイスしているように見えます。トミーさんは店のオープンがあるので上がっていきます。僕とサリアさんはちょっとまだ撮影が続いていきます。僕はなかなかの激込みぶりです。さあ沖から今日は綺麗なブレイクが入ってきます。湘南マジックでおそらくすぐなくなってしまうと思いますが皆さん楽しんでおります。
さあ、今日はね、祝日ともあって爆ゴミのこの漬け沼でサリアさんがいいライティングを見せていますが、今ちょっとね、人を避けながらやってたので当てるセクションをちょっとミスってしまいました。ただ、いい波をね、乗るサイクルができているように見えます。人が半端じゃないです。さあ、うまくぶつからないように波に乗りましたが、技は入りませんでした。さあ、本日一のセットかな。これは結構いい波、見てると三角で良さそうですが、その場所に入れないって感じですね。これもライト良さそうです。さあ、サレさん上がってきます。さあ、サーフショップオープンまで残り10分です。オンタイムになってしまいそうです。お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか。いやー、なんかもうサイズが来なくなったっすね、ちょっと。でもいいの乗れてたっすね。ね、乗れてたけど、なんか朝よりは切れてなかったっすね。ちっちゃめはなんかわりかし切れてたけど、うん、セットはなんか切れてるなと思って乗ったら意外に早いとか、自分なりかなり動き回ったんで。ああ、確かに一時右手だっすね、うん、最初の方から結構いい波乗ってうまくポケットで、そうですね、できてた感じあったっすけど、うん、カイソさんのラウンド見てたんでちょっと。あ、分かってた。その辺かなと思ってた。あ、とりあえず乗りまくろうみたいな。なんかちょっと人も気持ちこういないスペース狙えてた感じもしたっすけど、人も結構減ってきて、バックはあるんですけど、やっぱなんかなかなか掴むのが厳しくて、でも板はね、なぜ強いじゃないですか、まだ、うん、結構やっぱ重みがあるんで、ポケットがあるとやっぱパコッとはまるんで、そこは結構良かったかなって感じです。いや、板調子良さそうっすね。バックサイド最初の方に乗ったやつとか2ターン目ミス、2発目ちょっと引っかかっちゃったけど、 あれとかミスんなかったら結構良かった、良かったコンボになってたっす。うわーみたいな、ミスっちゃったみたいな思ったけど、うん、まあとりあえず、まあでもごまかしながらうまくやってたっす。最後まで決めるのが大事だなと思ったんで、さすがでした。頑張りました、はい、お疲れ様でした。はい、またやりましょう。お願いします。お願いします。はい、というわけで今日はリバーブレッジサーフショップオープン前波残りセッションということで、もう残り時間がね、さっきの時点で10分だったんであと8分ぐらいなんですけど、ああやばいです。でもまあいい時間やれたっすね。ね、結構いい時間はだいぶ絞ってやれたと思う。だいぶ絞ってやれましたし、今日はやっぱ祝日ともあって、そうっすね、爆ゴミだったんで、爆ゴミ久々にこの爆ゴミのこのクゲ沼を楽しむことができたというか、はい、これもまあクゲ沼でやる中では ね醍醐味だ、醍醐味っすね。この中でやっぱり波に乗るっていうことと、そう人もちゃんと避けなきゃいけないって、うん、やっぱ突っ込んじゃうとやっぱ避けれない人もいるんで、それ避けるっていうのもやっぱ大事だと思うんで、間違いない。あのよくやっぱぶつかっちゃう、クラッシュしちゃうっていうのもあると思うんですけど、乗り手側も避けれる能力が高くないと結構事故は絶対起こっちゃうんで、うん、まあ、ちょっとその辺気をつけながら、あの皆さんも楽しんでいただけたらいいなって思うん でまたサリアさん誘おうと思うんで、はい、ぜひやりましょう。千葉とか、千葉も行きたいですね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。いや、久々のもう爆ゴミセッション結構楽しかったっすね。ある意味楽しいっすね。やっぱ練習にもなるし、なるっすね、はい、やっぱり最終セッションは結構こう人とタイミング合っちゃうみたいなこと結構多かったっすけど、はい、あのまあああいうのはもうしょうがないんですよ。しょうがないです。もうそれはもう切り替えて、もう次次次ってやってないと。そうそうだね、常にクゲ沼は無理だ。そう、クゲ沼は無理。やっぱそのクゲ沼でやる中ではね、そういちいちそうの邪魔されてこう苛立っちゃう人もいると思うんですけど、はい、それやってたら切りないんで、ね、無限の人数なんで、そう切り替えた方がいい。そう切り替えて
次自分がもっといい波乗って、うん、こうそれも避けつついいライディングするみたいな、 それ考慮しないとダメですよね。まあそんな感じでちょっとまた誘うんでよろしくお願いします。ありがとうございます。